日本にもですね、日本国内にこれ裏切り者がいるわけですよ。そういう国々に備えようっていう時に、いやいや、日本は昔悪いことしたんだからね、そういう国に備えるとか、そういう国から侵略されるなんていうこと自体を考えちゃいけないんだと。侵略するのはいつでも日本ね。日本は悪い方。日本が悪者。日本が侵略者側。ね、中国、韓国は被害者。かわいそうな人々。だから日本は彼らに謝り続けなきゃいけない。そんなことばっかり発信してるメディア論者もいるわけですね。はい、こちら。はい。朝日新聞の11月20日の記事でございます。 朝日新聞の記事ですね、はい、元朝日記者の敗訴が確定、慰安婦報道訴訟。はいえーこれは 元慰安婦の証言を伝える記事を捏造と記述された、記述されて名誉を傷つけられたとして、元朝日新聞記者で週刊金曜日発行人兼社長の植村隆氏がジャーナリストの桜井義こ氏と出版社三社に計1650万円の損害賠償などを求めた訴訟で最高裁第二小法廷は植村氏の上告を退けた。請求を棄却した1日審判決が確定した18日付の 決定上村氏は1991年韓国人元慰安婦の証言を朝日新聞で2回記事にしたこれに対して桜井氏は2014年月刊誌「ウィル週刊新潮」「週刊ダイヤモンド」で捏造記事などと指摘した18年11月の札幌地裁判決は韓国誌や論文などから上村氏の記事が事実と異なると桜井氏が信じる相当の理由があったと請求を退けた今年2月の札幌高裁判決も一審を追認したという とい朝日新聞だけ,にこれたんたんだけにというか、朝日新聞で淡々と書いてますけれども、いやいやああ、お宅で書いたんだよということでしょ、ね、朝日新聞でこういう記事を書いたわけですよ、だから朝日新聞という新聞社、新聞、もうこれ、ね、戸川を免れませんよね。あの まあ、上村隆さんは今、ね、朝日新聞の,あの人ではなくて、週刊金曜日の社長ということですが、まあ、週刊金曜日も皆さんご存知ですよね、えーまあ、はっきり言えばとんでもない雑誌で、日本を貶としめてばっかりいる雑誌、まあ、あ赤旗となんかこう一対みたいなあの雑誌でございますけれども。でえー まあ、桜井子さんは皆さんご存知ですよね。はい。まあ結局、あの、従軍慰安婦、まあもそもそもだから従軍慰安婦という言葉自体が捏造だったわけですけれども、その従軍慰安婦という言葉をやっぱりこの1991年の頃も、平気で朝日新聞や上村氏は使ってたわけですよ。従軍慰安婦というのはね、ちょっとおさらいしておきますと、あの、千田加工という人が1973年に従軍慰安婦という本を出したわけです。で、その時に、まあ、 まあ、初めてといいますか、まあまあ、ほぼ初めてですね、えー、使われた言葉です、えー、だってな何,何を隠そうあの1973年にその書かれたその千田加工氏の従軍慰安婦という本の 中身、内容でさえも、その、な、本の内容でさえも、従軍ヤンフっていう言葉一回も出てこないんですね。私、隅々まで言われも、まあ、読みたくもないものですけど、読みました。はい。その本の中にも、従軍ヤンフなんて言葉が一回も出てこないんですだから、従軍ヤンフという言葉は、もともとなかったんです。なかったのえ、対、その本のタイトルで従軍ヤンフなんで付けちゃったから、あ,あこれ、こういうのがあったんだ、で、これ、従軍ヤンフって言葉が一や歩きして、で、その後、吉田聖司のね、 表現とか持っっっっててー広がっちゃったわけですよでさらにあの中央大学の吉見教授とかがこうわーっと広げた、ね、彼らの罪は本当にあの万事に値しますけれどもで、えー、万事に値するってあの死ねとか言ってるわけじゃないですよどっかの研究者みたいにそうじゃなくてそ,のそういう事実を、まあ、メディアと 学会と、えー、証言者という、まあ、トライアングルで固めてしまったということですよ。で、片、あ、それね、それは、その、三つのセクションに、セクションというか、あの、立場に該当するたちが言い出したとしても、いや、それおかしいじゃないかってね、あの、少なからぬ人が、 で良識を持って声を上げれば阻止できたかもしれないんですけどもそれも本当に当時のレがわーっとこう一斉に言っちゃったわけですねあの事実であったかのようにで今では <laughs> ようやくね従軍慰安婦という言葉は使われなくなりました当然ですよ当時なかったんですから戦争終わってね30年近く経ってから作られた言葉をもうあたかも当時の言葉だったかにずっと従軍慰安婦って教科書も書いてたんですねとんでもない話でしょ ね、で教科書に書いてるということは歴史学者の良識がなかったということですよ。はい、で,でそのまあ あのーまあ、話戻しますとこの今から30年前です、ね、1991年に上村さん、上村さんという人もですねこれ、まあ、そのご家族とかそういう話はねあまり筋がよくなあのそ,それを挙げつらうのは筋が良くないかもしれませんけども、えー、奥さんの,あのお母さんがですねもうあっち側の人なんですよ、あっち側っていうのはその慰安婦の訴訟とかの原告側の方ですよね、だからあのそういう立場の人に朝日新聞は記事を書かせてたということです。 いや別に、に、憎しみそういう人がいること自体は罪ではないですけれども、えー、まあ。 はっきり言うと、まあは、はっきり言いますけど、その肉親のね、方というのも、あの、自然発生的に慰安婦のことを訴える活動をしたというよりも、日本側から金儲け目当ての弁護士が、ええっと、日本を貶める意図を持って韓国に行って、慰安婦だった方、名乗り出てくださいってお金まで配って、で、え連れてきた証言者に、まあ、嘘の内容も交えて証言させたりとか、 メディアで発表させたりとかして運動を展開してたわけですねそのお一人なわけですよでそういう方がまあ間近にいるこういう記者にまあその嘘の内容を含むあの話を書かせたわけです国が軍があの公的に強制連行したということで嘘を書かせたわけですねはい嘘を書いたんだからまずはあの訂正そして謝罪そして再発防止ね えー、朝日新聞はそれをやってくれてるかというと、ちょっとやってなさそうですよね、まあ、もちろんあのこの、この件自体は、もうこれ、熱造でした、すみませんって言ったのかもしれませんけどこれ手を返え、品をかえ、まだ日本軍がかん、まあ、朝鮮の方々にひどいことをしたとか、戦争で悪いことをしたとか、ずっと言い続けてるわけですよね、手を返え、品をかえ。ねはい えー、だからまあもう本当に懲りないな懲りない新聞だなと思うわけでございますが、朝日新聞という新聞が日本にあってもいいんですよ、あってもいいんですが、そういうめちゃくちゃなこと、はっきり言えばうそ話を他のメディアがなんでこれほったらかしにしてるんですか、大手メディアだったら産経新聞ぐらいじゃないですか、これはっきり違うって言ってくれてるのはね、はい。だからあのーまあ それに対して桜井よしこさんはもちろんねこれをなんかこう一部の保守系メディアだけではって言ってでもなんかこうああっち側の人が言ってるだけだってなるから、えー、ここに書いてますけどまあウィルだけじゃなくて週刊新潮とか週刊ダイヤモンドとかそう,そういう必ずしも保守ではないようなものを含めた一般メディアでもう本当に命かけて訴えてくれたわけですよ桜井よしこさんの方がリスクがあったんですよ干されるかもしれないねこんなこと言ったらなんかいろんな圧力がかかって干されたりあるいは命が狙われるかもしれないというところを、えー、頑張って言ってくださったんですよ桜井よしこさんが。 もう一つ取り組んでくださってたのも、あの、拉致問題ってのがありますよね。拉致問題だってね、あの、時代によっては、もうああいうことを言うだけで、なんかこう、命を狙われたり、脅迫されたりした時代もありました。こうやって、こっち、なんかね、あの、日本側の立場を守るために、事実を言うだけ、だけというとあれですけど、事実を言うだけでも、もうこれ、日本国内で立場が危うくなるかもしれない。そういう言論空間があったんですね。今もあるかもしれません。日本学術会議の問題を見れば。